宅配便。宅配便とは、小口の省流貨物の輸送便。宅配便は、比較的小さな荷物を過去へ配送する輸送便で、路線トラックにおける事業のうち、特別席合わせ事業の一形態であり、国土交通省の用語では、宅配便貨物と規定されている。荷主の戸口から、届け先の戸口までの迅速な配達を特徴とするものである。大まかには、 次のようなシステムによって荷物が届けられる。末端の周廃作業は、ヤマト運輸以外の宅配便会社は、地方によっては、いわゆる赤棒などの軽トラック運送業者などに委託している場合がある。近年は、物量の増加に伴い、ヤマト運輸でも繁忙期外に周廃を委託している場合がある。複数の路線トラックに積み替えて貨物が輸送される場合もあるため、 貨物の輸送経路を適切に把握することが重要であることから、荷物には一連番号が与えられ、伝票に記載引き受けから、営業所やトラックターミナルへの到着、大型トラックへの積み込み、配達など、各ポイントを通過するごとに、コンピュータに入力され、現時点のステータスがわかるようになっており、発送者が伝票番号をもとに、貨物の輸送状況を問い合わせることが可能である。 荷物の到着日数は距離にもよるが、離島や平地以外であれば、最短でだいたい翌日から翌々日には届く。発送の窓口としては、身近にある大手コンビニエンスストアや表示を掲げた食料品店や主販店などの各種商店が挙げられるが、企業や自宅まで取りに来てくれる集荷サービスもある。最近では、インターネットや携帯電話を通じた 集会来サービスも登場している。運賃は、宛先地域と、重量、大きさなどによって決められる。営業所や、取扱店に持ち込んだ場合は、一定額が割引される。大和運輸の、宅急便の場合割引額は100円である。特別に急ぐ場合などは、追加料金を支払うことで、飛行機などの高速な輸送手段を使い、短時間で配達することができる。 急がない場合の期日指定や時間指定は追加料金がかからない。通信販売企業などで発送量が多い場合、一般よりも安い特別な割引運賃が適用されていると言われている。特殊なケースでは、県内や近県限定で500円均一といった運賃で受け付けるところもある。なお、配達先が外出中などで受け取る人間がいなかった場合は、 営業所や配達の担当者の連絡先などを記した、いわゆる不在連絡表を置いていき、それを見た受取人が連絡を取るかその後の配の際に改めて配送する場合が多い。過去には林家などに預ける場合もあったが、現在では基本的に配達先以外のものに預けるようなことはない。近年の電子商取引市場の拡大に伴う、 宅配便の取り扱い件数の増加とともに、受取人の不在による再配達が増加。日本郵便、大和運輸、佐川急便の大手3社の2014年12月の調査で19.6%が不在であったし、再配達によるトラックの走行距離増加でに、酸化炭素排出量の増加や宅配業者の負担増大が懸念され、国土交通省が対策に乗り出している。 対策としては、コンビニエンスストアでの受け取りシステムの拡大、複数の宅配業者への対応か、駅への宅配ボックスや受け取りカウンターの設置などが示されている。法律上、宅配便は特別席合わせに含まれるため、法律として宅配便が定義されているわけではない。統計上では、宅配便と宅配便を除いた特別席合わせで集計される。 現場では一般家庭宛への貨物を宅配便と呼ぶ場合もある。事業者及びブランドにより宅配便の定義が異なり以下の通りである。大きさや重量や責任限度額、いずれの制限を超えても一般貨物のいわゆる特別席合わせ、根菜便と呼ばれるサービス内容に変わる。責任限度額はどこの運送会社も消費税込みで30万円である。 以下は、主要事業者の事例となる。破損等の保証は、実存額となる。宅配便には一原票一個の原則があり、一つの電票番号で一個口の荷物しか取り扱えない。ただし、以下の例外がある。宅配便が始まるまでは、個人が簡単に荷物を発送するためには、郵便小包み、現在の U パックか鉄道を利用した鉄道証荷物、 式しかなかった。それらは、郵便局、または、駅で、荷物の発送をしなければならず、さらに、鉄道省荷物は、駅で受け取る必要があった。また、郵便小包みは、当時 6kg までしか扱いがなかった。それらを使わない場合は、通運を利用するしかなかった。1927年鉄道省と運送業者が、始めた集荷、配達を行う。 特別小口小希、宅扱いが日本最古の宅配便に当たるとされている。なお、このサービスは1942年廃止されている。民間では385貨物、現在の385流通のグリーン宅配便に、ついで、1976年1月20日、ヤマト運輸、現在のヤマトホールディングスヤマト運輸が宅急便のサービス名で行ったのが、 宅配便のサービスの始まりである。最初は関東地方のみで1日目の取り扱量は11個だった。1980年代に入ると店舗網の拡大が始まったコンビニエンスストアを発送窓口にしたほか、宅配便の対象地区の拡大や高速道路網の拡充による配送時間の短縮化に連動して急速に取り扱量が増えた。この過程で、 1978年頃から日本通運など他社大手輸送会社も同様のサービスを開始した。この際、参入して各社が動物、黒猫、ペリカン、カンガルー、グマなどをシンボルマークに用いたことから、これらの会社間の熾烈な競争は動物戦争とも呼ばれた。また、これに伴い鉄道小荷物は競争力を失って1986年11月に、 廃止されている。1997年には、宅急便の離島を含む、全国展開が完了した。宅急便をはじめとした、宅配便の普及に伴い、小口の貨物輸送サービスに競争原理が働き、単なる輸送だけではなく、下記のような新規サービスの提供などが行われるようになった。など。なお、最初に宅配便サービスを開始したヤマト運輸。 法人格としては、現在の大和ホールディングスのシェアが大きく、大和運輸のサービス名、宅急便と混同されやすいが、あくまでも一般的な名称は宅配便である。その他の大手、中堅宅配便事業者として、隣運輸のパンサー宅配便、中越運送の中越宅配便、第一貨物の第一貨物宅配便、新潟運輸のシルバー宅配便、 日本郵便と提携して、支流郵パックに変更、久留米運送の宅配便利便、松岡三鶴運輸のグリーン宅配便、385流通の385宅配便、S ラインギフのツバメ便、サツソン自動車運輸のスワロー宅配便などがある。郵パックは、郵政民営化に際し、郵便法による小包み郵便物から、 貨物自動車運送事業法に規定される宅配貨物へ移行され競争条件が同一化された。なお2010年平成22年7月1日に当時業界3位であった日本通運のペリカンビンが当時業界4位であった郵便事業、現日本郵便の U パックに統合されている。これに伴いペリカンビン j p x プレス宅配便のブランドは消滅し、j p x プレスも会社生産された。なお、スーパーペルカン便は2009年4月以降も日本通運、日通航空の扱いのままある。国際宅配便は飛行機による航空輸送と船舶による海上輸送の大きく2つに分かれている。航空輸送の特色として、 緊急性の高い物品や高価付加価値商品の利用に適しており、海上輸送に比べ輸送中の振動が少なく、貨物の破損も少ないと言われている。海上輸送は、超大量の積載に耐え、かつ輸送コストが、航空輸送よりかからないことがメリットである。現在商業用の輸出入の中核を担っている。他、冷蔵、冷凍状態の温度管理を要する貨物の、 海外向けの宅配便サービス。一般的に海外向けの食品や医薬品の通関や検疫は国別ごとに異なり困難である。手間を考慮すると宅配便程度物量では非常に割高になる傾向にある。国際宅配便サービスとしては新しく、世界的にもごく一部の企業のみが取扱い品目やサービス提供地域を限定して行っている。 通常、宅配便では、仮送人、発送側が支払う運送料金を、に受け人、受け取り側が支払う制度を、着払い制度という、着払い制度を利用する場合、別途手数料がかかったり、複数口や持ち込み割引を含む各種割引が適用されなかったり、さらには、着払いの場合には、取扱い貨物区分が、一般貨物扱いのみになるなど、運賃に、 大きな差額が出る場合がある。荷物の引き換えと同時に、商品の代金を現金で支払うことができる制度で、ある代金引き換え。ヤマト運輸や佐川急便のように、依頼人側の契約次第によっては、クレジットカードやデビットカードを支払える運送会社もある。通販でよく利用される。u パック以外は契約が必要である u パックでも、 契約して利用するタイプのものも存在する。代金の受け取りは、u パックの場合は、契約系を利用しない場合は、かつては、有う銀行の通常貯金ないしは、振替口座当て送金ないしは、普通為替証書の受け取りに限定されていたが、後に、有う銀行の通常貯金ないしは、振替口座への電信振替へ、 あるいは全銀システムに接続された金融機関での受け取りが可能となり、先だって普通為替証書での受け取りは廃止されている。なお、UPAC や他社の契約を有するタイプの場合は、一般の銀行当て振り込みなど他の方法でも可能である。なお、運賃とは別に代引き手数料や引換金の振り込み手数料が必要で、加えて飲酒税の納付が必要なケースもある。 個人が利用できるサービスとして、性能グループが2010年4月1日にメルトモビンを開始している。これは、送り主が事前にメールアドレスを登録した上で、受取人が電子メールで受取を承諾すれば、双方の住所のやり取りなしに荷物のやり取りができる、いわゆるインターネットオークションによる商品受受向けサービスだが、郵便事業の宛名変換サービスやヤマト運輸の オークション宅配便とは異なり、オークション業者等を介する必要がなく、なおかつ送り主が希望すれば、個人でも代引き扱いが可能としている。受取人名に書かれた本人に限り配達可能な身分証明書等、本人確認書類等により確認の上、荷物の引き渡しを行うサービスもある。事業者やサービスにより、転送や支店、営業店止めができるケースとそうでないケース。 営業店止めが必須なケースがある。以下に挙げる貨物は個人宅に配達される場合であっても定義上宅配便の扱いにはならない。アメリカ合衆国にも商品配送の流通サービスがあるが、それは通信販売の発達とともにその枠組みの内部で行われてきた流通サービスであり、独立した物流サービスとして成長してきたものではない。 アメリカ合衆国では1775年に郵政省が発足し、1862年にはアメリカ合衆国郵政公社長官のモンゴメリー・ブレアが個別集荷配達サービスを提唱。1896年までには地方の顧客も郵政公社の個別直接配達を受けることができるようになった。1980年代には ユナイテッドパーセルサービスやフェデックスが新規に参入し、両社は米国国内であれば翌朝10時30分までに配達することを謳っており、市場シェアも両社が優勢で優勢公社は劣勢に立たされた。さらにメールインのメールボクシーズ ETC がフランチャイズ展開し、支給配達や商品の放送サービスを提供するようになり、優勢公社も 同様のサービスを提供するようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。